栗林次郎作から1967年は日本の郷土市や秋田県仙北郡六郷町馬町に誕生。陽名は達蔵、後次郎作を襲名。意味名は広しそ。栗林家は越後国より六郷村に移住した栗林八郎兵衛の第一文家である八衛門から安永年間に文家。1912年、達蔵は父の死により、 21歳で家業を継いだ。1919年、後藤中外が主催する、郷土史研究会で、深沢田氏、小西総吉、無刀鉄上等を知り、郷土史研究にのめり込んだが、研究の累積とは裏腹に、家業は傾いていった。1922年、菅江雅美の遊覧記である、ガツノデワロの写本をはじめ、約6年を費やし、全25冊を完成させた。 和紙、筆、墨、顔料を京都から取り寄せ、学校を招き、絵画技術の取得にも努めた。完成した写本は、差し絵も高知を極め、現在も高く評価されている。また、小西忠野の,の著書である、六号寺方、世代優勝書,書も、広瀬その写本により、残されている。ありがとうございます。